赤いの平松です。今日はスペキュラマイクロスコープ、要はですね、角膜内皮細胞検査、黒目の細胞数を測る検査についてのお話をしようと思います。これは何をしているかというと、黒目ってですね、1平方ミリメートルあたりにどのぐらいの細胞があるかとか、あとはその形がどうかっていうのが結構重要です。黒目っていうのは透明な組織なわけですね。普通の皮膚とかはこんな色してますし、ヒゲとか鼻とか、まあいろんなこう色ついてるわけですよね。透明でいなければいけないので、細胞がいい状態を保ってなければいけないと。それがちょっとでも悪くなってしまうと、本来は透明な黒目っていうのが、濁ってしまって白くなったり悪くなったりっていうことが起きてきます。ですからこそ、じゃあ、そういう状態をチェックするのが角膜内皮細胞検査、スペキュラマイクロスコープ、スペキュラとかなんか略しますけどもっていうような検査です。これ痛くなくて、ただこう顎乗せて機械でこう測るっていうだけの検査です。これ一番やるのに多いのは白内障手術の前後っていう感じですね。白内障手術っていうのはやっぱり目の中の手術です。ですから、手術をすることでこの角膜内皮細胞というのは減ってしまうんです。で、あんまり減ってしまうと黒目が白くなってしまうので、手術前に本当に減ってないのか悪くないのかをチェックするっていう意味合いがありますし、手術後どのぐらい減ってるのかっていうのをチェックする意味合いもあります。あとはコンタクトレンズを使っていて、この内皮細胞が減っちゃっていないかっていうのをチェックする意味合いもあるので、コンタクトを長期に使っている人とかのチェックをしたりすることもあります。もちろん角膜黒目自体が悪くてそれを確認するっていう意味で使うこともありますね。だから角膜内皮細胞っていうのをチェックするっていう、そういう検査であると。で、一応数字の指標としていろいろ数字たくさんあるんですけど、最低限知っといてほしいのはこう何千とか何百とかって書いてある数字があって、あれがすんごい減ってくると問題、1000切ってくるとだんだん問題になってきて、700とか600、500になってくるとまさに黒目が白くなってきてしまうっていう状態が起きてきてしまったり、痛くなったりもしてしまうので、それを見る検査だっていうふうに思っていただければと思います。今日はスペキュラマイクロスコープ、スペキュラまたは角膜内皮細胞検査についての説明をしました。これについては基本的な検査ではあるんですけど、痛くないっていうのも大切ですね。これはスペキュラマイクロスコープと言いますけど、患者さんの角膜の内側の内皮細胞というのの数を自動的に結構測ってくれる機械ですね。角膜内皮細胞というのが少ないと、手術をした後角膜が白くなってしまって見づらくなったりするので、手術の時は必要な検査になりますね。それ以外にも、例えば角膜内皮細胞が減る状態、コンタクトを長くしているとか、そういう患者さんは使います。